アラスカ州とカナダの境界の地図。1903年に確定した最終的な国境線が黄色で示されている。北緯54度40分線は、北緯54度線と北緯55度線の間にある位線であり、アメリカ合衆国のアラスカ州とカナダのブリティシュコロンビア州の境界の南端部を形成している。ただし、北緯54度40分線に相当する陸上の、 境界はなく、陸村海峡の北端部を通っている。この境界は、ロシア帝国、イギリス帝国、アメリカ合衆国の3カ国間の交渉の結果による1824年と1825年の条約により確立したものである。1824年、ロシアとアメリカの間のロベ条約により、米英が領有権を主張する領域とロシア領アメリカとの境界を 北緯54度40分線とすることが決定した。1825年には、ロシアとイギリスの間のエー協定により同様の決定がなされた。1824年のベー間の条約では、北緯54度40分以北の海岸及び近隣の島には、アメリカの植民地は作らず、北緯54度40分以南には、ロシアの植民地を作らないことで合意された。 条約には、主権や領有権主張についての明確な言及は、なかった。1825年の英露間の条約では、北米大陸における英露の占有地の境界について、より明確に定義された。その境界は、北緯54度40分以北で、現在アラスカパンハンドルと呼ばれる地域に沿って、整形141度線まで、そこから北に、 成形141度線に沿って北極海までというものである。ブリティッシュコロンビア植民地は1858年8月2日に発足した。1867年にアメリカ合衆国はロシア帝国から720万ドルでアラスカを購入した。1867年10月18日にアラスカ県が設置された。 1871年7月21日にブリティッシュコロンビア州はカナディアンコンフェデレーションに加盟した。アラスカは1884年5月17日にアラスカ地区、1912年8月24日にアラスカ準州、1959年1月3日にアラスカ州となった。ありがとうございます。